グラノーラ、今日はね、先ほども言いましたが、朝日が昇るグラノーラで覚えて帰ってください。かぐら君と一緒に行ったんで、かぐら君もう一回か、うん、その中でね、うん、せっかくなんで、こんなコラボないからね。それでは、4月14日、東京渋谷エッグマン、お昼12時からのイベントで2時間だけ僕たちのためにお時間いただけないでしょうか。ということで、今日はかぐら君はこのステージ一緒にね、やっていただくことになりました。もしよかったら今日はチケット持ってきてるんで、ぜひゲットしていってください。それでは最後に聞いてください。グラノーラで朝日が昇る。朝日が昇る、今日が始まる、あなたにとって素敵な日でありますように。 Yeah, 一緒に行こう、行きたい、行きたい、
とうございました。ありがとうございました。多分 SNS で多分皆さんがたくさんで多分見たことあると思いますんで、あのこの機会によかったら写真とかもよかったらぜひぜひ撮って帰っていただけたら最高ですね。ありがとうございますんで、この機会を大事にしてください。はい、ありがとうございます。最後あれやけどどうしようかな、もしなんかチラシだけでもよかったらもらって帰ってもらってまた検討してもらえたらなと。もう好き好き、逆に神楽くんのチラシとかも、ただ僕らも、はい、あ、ぜひぜひお願いします。じゃあ今日こんな感じで終わりますか。はい、だって8時に帰らなあかんもん。ちょっと8時に出なきゃね。長い時間ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。チラシとかも配らせてください。お願いします。神楽ノーラです。神楽ノーラ最高。ありがとうございます。こんなところで神楽ノーラできるとは。